こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきますが、撮っていると思ってたスイッチを押していませんでした。そのせいで料理中の動画がほぼありません。失敗しました。まずは鰹節と刻みネギをかけた冷ややこです。でこっちにあるのが塩だけ振った鶏胸肉です。すごく大きくて立派なオムレ肉だったので2枚ではなく1枚にしました。で白ご飯です。でこちらが もやしとごぼうと人参です。ごぼうと人参は冷凍のものを使っています。だからちょっと火を通すのに不利というか問題があったので、ちょっと IH の位置にして先に解凍できるようにしてます。このままではとてもではありませんが、もやしと一緒に火が通りませんので、こういう形にしました。でもやしに埋もらせて火を通すようにしています。蓋をしてもうちょっと IH の位置で蒸し焼きにします。で、肝心の体重です。これが何キロになってるかですね。これが結構肝心です。あれだけ昨日チーズピザトーストで体重は浮いてたと思ったんですが、水分取ってないせいでしょうね。 54.7 キロです。昨日と一緒ですね。体重 54.7 キロ、体脂肪率 13.3、 体脂肪率に反応が出てますね。基礎代謝1276、内臓脂肪レベル4、筋肉量 44.9、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.5、 確認です。はい、体重 54.8、 体脂肪率 13.4 ですね。冷ややっこですね。もう一度します。冷ややっこ、鶏ブレ肉、塩焼き、白ご飯で、もやしと人参とごぼうの炒め物、 IH の6でさっと最後の炒めをしましょう。しっかり炒めて美味しくします。こんな時期です。火を通した方がいいと思います。お惣菜なんかもいいんですがどこで飛沫が飛んでるか分かりません。醤油の人も販売の人もすごく気を使っているとは思いますが、やはりこの時期です。自分でちゃんと火を通したものを食べましょう。それが毎日炒め物でもいいじゃないですか。そんな凝った料理じゃなくていいんですよ。炒めて焼くだけでいいと思います。それでちゃんと特化しましょうよ。別にコロナに限らないんですよ。風邪でもインフルエンザでも、梅雨時ってのは昔すごく気を使って生もの食べないようにしたし、火を通して食べるようにしてました。一度料理したものを置いていた時も炒め直し、火を通し直しました。煮込み直しました。美味しいとか美味しくないとかっていうのは二の次なんですよ。
美味しいに越したことはないですよ。美味しいに越したことはないですけど、それ以前に安全安心なものを家族に食べてもらう、それがまず一番です。難しいことを考えずに炒めて焼くだけでいいです。凝った料理なんかいりません。ちゃんと伝えればいいんですよ。家族のために火を通しました、熱を通しました、それで伝わると思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。